事ですやんって言わないとダメですよ、そっちゃの。そんな、照れられたら文化あるみたいになっちゃいますよ。大丈夫ですか？そうだよね、はい、今、言ってなかったよね、はい。はい、これ置けますね、はい、ありがとうございます。重いです、本当に重いね。何で言ってんの？パソコンです。偉いねちょっと軽いのにしてもらって、頼んでもらっていいですか？私そんな経験ないからな。はい、上着は水ですよ。ちょっと聞くとね、偉いよ、そういうのできる人の方がいいんだって。何読みますか？生ウーロンハイでいいですか？うん、いいよ。はい、うん、いや、今週も頑張りましたね、大変だったね。ですね、結構頑張りました。締め切り間に合いました。お疲れ様でした。いや、なんとかなんとか助けてもらいながら、先輩は。いや、よく頑張ってるよ。魚に慣れた仕事？いや、もう余裕です。謙遜しねえよ。余裕ですわ、ちょっとダメです。なんとかやれてます。はい。よかった、でも楽しそうにやってくれるのが嬉しい。楽しそうに見えますか？使った？楽しいです。言わせたよね。ごめんね。でも楽しいですよ。人が楽しいんで。楽しくないですか？いや、楽しいよ。気がせましたよね、多分。え、今一人暮らし？そうですよ。一人暮らし、大学から？大学は友達とルームシェアしたりしてました。ルームシェアって結果しないの？しないです。え、男の子だよね？もちろん。そうなんだ。はい、結果しないんだ。しないですよ。先輩は今、彼さんと過ごしてるんでしょ？一緒に。うん、一緒には住んでないよ。しょっちゅう後輩連れて飲みに行ってるイメージあるんで。あ、そうだね。怒られるのかなと思ってました。一人ですね。うん、怒るような人じゃない。すごい。いや、そうじゃなくて、あんまり興味ないなと思う。あ、そういうことですか。そうそう。気にしてないんじゃないかな、私が気にしてるとか。そうなんですね。うん、でもなんか今日、差し飲みはなかなかないじゃないですか、その場合と。そうだね。なんか2人で飲んで飲みたかったんですよね。なんかいつも話振ってばっかりじゃないですか、先輩みんなに。あんま知らないなっていうか、あんま聞かないじゃないですか。いつも交わすし、みんなから振られるんだもん。そんなことないけど。そうかな。ああ、なんか2人で喋ってみたかったんですけど、なので誘ってくれて嬉しかったです。はい、いや、さすがにお世話になったし、ご飯くらいは。世話？助けられたし。何もしてないですよ、僕。そんなことないよ。そんなことないですか？うん、じゃあ、お言葉に甘えて、いっぱいうねきゅうします。どうぞ。でも話すことないな、自分のこと。休日何してるとか。なんか休日も会社の人と飲みに行ったりしてますよね。あ、それもあるね。じゃあ、酒好きなんですか？酒好き、うんうん。なんかみんなと話すの好きだし。じゃあ、何いろんなこと知るって。そうですね。なんかあれですね。あんまり彼氏さんとデートとかしないですよ。聞くね。彼氏か。はい。うん、のろけったりしないじゃないですか。あ、のろけるような話ないもんだって。時間合わないからさ、はい、たまに会うくらい。忙しいんですか、彼氏さんが？忙しいらしいよ。へぇ、仕事でみたいな。仕事なんじゃないかな。なるほど、なんかあれですね、めちゃくちゃ不満が溜まってそう。不満ってほどじゃないけど、はい、お休みの日とか連絡すると、はい、夕方とかだしね、連絡返ってくる。朝帰り、半分寝てみたって。そんな時間まで？ちょっと気になっちゃいますね、それは。寝てるらしいよ。最後に会ったのいつですか？最後に会ったの、はい、先週の仕事終わりにご飯行っただけ。はいはいはい、会ってるじゃないですか。でもご飯だけでお解散するんだよ、そんな。そんなことあるんですか？お解散なんだ。次の日早いからね。そうですね、楽しいですね。もう慣れちゃった。だからみんなと飲みに行く。
ってくれるんですよ。寂しさを紛らわすためだって時間あるんだもん。いや僕らとしては嬉しいですけどね。そう言ってもらえて、ちょっと彼氏とみたいな言われて飲みとかは来ないと欲しいのでありがたいっちゃありがたいです。今日彼氏絶対あるから。言ったことないな、そんな。聞いたことないですね。そうだよね。だって出席率 100% じゃないですか。向かいの。いや、昔はあったんだよ。はい。私はね、休みをさ、伸ばせようとするじゃん、はい、この日空いてるとか、この日どこどこ行こうよみたいな。はい。私の会話もないな、今。あれ、どれぐらいでしたっけ、付き合ってですね。2年半。なるほどね。そういう感じなんですね。もう慣れちゃったんだろうけどさ。なんか大丈夫ですか。好きですか、ちゃんと。好きです。優しいし。それが好きですか。よし、今日はなんか先輩の口が出てきそうだ。危ない、ね。出てきそう。ボロッといかないみたいな。人に言いたくないんだけど。もうちょっと飲んでください。なんか楽しいのこれ。酔ったらいっぱい出てきそう。なんかさ。はい。どうぞ。なんかやたら友達多いんだよね。友達と、はい、バーベキュー知ってるねとか、はい、何がいい？同じ人と遊んでるんじゃなくて、いろんな友達とか、はい、練習はサークルとか、はい、なんか友達もともと多い人だからさ、はい、それはいいと思ってる、はい、仲良いのいいかね。会ってないよって思っちゃう。私予定聞かれないなって思う。そんだけたくさん友達がいたら優先度低そうな友達も混ざってそうですよね。なんか呼ばれたら行くみたいな。それが楽しいのももちろんわかるんだけど、あら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 、ね、最近会ってないねって言って、はい、じゃあ仕事終わりやるみたいな。最近会ってないねはプレッシャー与えてますよ、ね。あ、やべ、そろそろ会っとかねえと。いや、私に見合うっていう感じで。これでもいい。いや、わかんないですけど。でも、みなみ先輩が言わなかったのはどれぐらいだって言いますか。そうなんだよ、それ思うんだけどさ、できないんだよな。しちゃうんだよな。ちょっとなんか、あのというのなんですけど。何？大丈夫ですか、その相手。ダメかな。ダメかな。え、まあ、みなみ先輩が好きになった人ですし、多分いい人なんでしょうけど、まあ、今の情報だけだったら、あんまり大事にされてないなとは思っちゃいますよね、やっぱり。そうかな。はい、ですし、もっと大事に思ってくれる人はいっぱいいそうですけどね。ないよ。もうさ、長かったし、暗いじゃん、もう今って。その間さ、当然だけどさ、男の子と遊びたりしないじゃん。そうだよ。出会いもないしさ、別れたのがないなって思う。こうやって2人で飲んだりはないんですか？ない。よかったんですか？今日は。仕事ですやん。言わないとダメです。そんなに照れられたら文化あるみたいになっちゃいますよ。大丈夫ですか？そうだよね。今言ってなかったよね。はい。この人大丈夫ですか？やっぱ仕事疲れてる人ってよくないよな。なんかあんまり彼氏の話しないからね。いやなんかもっとキラキラしてる先輩の方が好きですよ。そう、はい。でも職場もそうじゃない、でもなんかちょっと寂しさを埋め合わせみたいな感じの一面を考えちゃうと、そういうのがあるのかなとか思っちゃうと、なんかちょっと、みんなと飲み行きすぎ。いやいや嬉しいんですけど、逆にもっと幸せにもなれるんだろうなっていう気もして、今ね、気にしないことにしたらちょっと楽だな、こういうもんって思ったら、気にしたら負けなのか。多分僕の方が大事にできますよ、先輩のことって思ってきました。
ないな、後輩に言われてたら。いや、ミナミさんは別に悪くないじゃないですか。彼氏が好きなだけで好きなんですから。いやー、その手が好きなんだ。マッチャンの間、たぶん寂しいと思う。一番手の届くぐらいの人で、いらしてください。いや、そんなんしないよ。都合良すぎさせる、それはこっちが。それをしてはいけないと思ってる。なんでですか？だから彼氏だし。大事にしてくれるじゃないじゃないですか。ちゃんと大事にしてくれる人を彼氏さんにする。多分もうそろそろお店の時間なんです。帰ったらちょっと寂しいですよ。いっぱい彼氏もすいません、変な話とかしちゃって。まあ思い出しはするんじゃない。もうちょっと飲みましょう。はい、はい、してます。明日予定あるんじゃないけど。ないですよ。忙しいでしょ、君は。ないです。私と違って、女の子がいるけど。すいません、すいません。なんか嫌だったね、今ね。気づくけどね。はい。まあ、思い出させるからだよ。じゃあもうちょっと楽しくつなぎましょう、次。行くとこないよ。先輩のお家行きましょう、じゃあ。さすがにそれはダメですか。じゃあ1来ます。なんでちょうどいい。じゃあそれは、はい、何がですか。サクッと家で飲んで、サクッと帰りますか。ノーって言わない。じゃあ行きましょう。ありますね、僕はこれ。たまっとってください。ありがとうございます。じゃあ次は僕が思うんで。ところは